皆さんこんにちは、お久しぶりです。今日は早速なんですけれども、スペシャルゲストに来ていただきました、こちらのお二人です。わーすいません、ご無沙汰してます。そう、第1回6ヶ月ぶり、6ヶ月半年前に、半年か、そう8月だったので来ていただいたんですけども、今日はこのお二人を迎えて、明日発売の乃木坂46毎日毎日グラデーションコンサート Always Beside You をこの3人でね、今日は見ていきたいなと思います。わあ、秋元真夏が出てきたんだけど映ってますよ。泣ける普通に、なんか。まあね、こうただ見てるだけじゃなくて、ちょっとお腹もすくと思うので、なんかね、食べ物もちょっといっぱい用意したので、最高。つまんで飲みながら見て、はい。なんか自由な、はい、鑑賞会をしていけたらなと思います。楽しみ、はい、楽しみ、はい、これからね、見ていきたいんですけども、私の手元にこの実物、商品が届きました。私も初めて見たわ。私もこれが多分ブルーレイ、で、そう、金色がブルーレイで、こっちの白い方が DVD。なんかどっちも可愛いね。そう、なんかね、質感をね、私これあのちょっと関わらせてもらって、どのすごいパッケージどれがいいみたいな、やっぱりなんかちょっとそう思ったわかるわかる、どんね、ワイヤン絶対ここで関わってんやろな。そうですよ、ほんまにほんまにほんまに、そう、なんかね、質感がね、あ、D？ うん、あ、あ、ほんとだ、ちょっとなんか、あ、なんだろう、なんて言うんだろう、ツルじゃなくて、さらっとというか、なんか少し高級感のある感じが欲しいですって言って、でいっぱいこう集めていただいて、そう、それで選んだんだけど、いいね、そうで、カズミンとサイリンが持ってるこの、はい、こっちの方の写真の方ですね、写真も実は選ばせてもらって、そう、なんかソロのやつとなんかみんなのが欲しいって言われたので、とりあえずこれはなんか最後の歌ってるところの写真選んで、あとこの赤のなんか雰囲気がめちゃくちゃかっこよかったから、かっこいい、そうで、みんなの顔も見えてるし、そうなのでこっちも選びました。いくちゃんがめっちゃいい顔してる、あ、嘘、いくちゃんかっこよくない、この歌の時めっちゃかっこいい、さゆりんはかわいい、カズも映ってる、カズ映ってるかな、え、この一番端のカズ、カズ多分ね、そこじゃない気がするな、ポジション的に、これ違う、探して、あ、カズじゃないか、これ違ったな、あ、違うな、あ、ちょっと被ってるね、被ってたのか、被って、あ、待って、これかも、これか、全然違う方向にいるじゃん、全然違った、マジの後ろじゃなかった、え、これかずみ、それ違うか、よ、奥もあるし、違うそうにも見える、そうだね、どっち、確認する、うん、ちょっと教えてください、で、後でなんか立ち位置確認してでも今初めて私も手に取って、あ、そうなんだ、はい、見ました、お、すごい、うわ、かっこいい、こういう感じ、あ、なんかね、写真がね、写真がほんと50枚くらい並べてあって、で何枚か選んだのよ、そのうちのこの2つは多分メインで使いますって言われて、これはね、なんかね、サブで選んだ写真、あ、そうなんだ、そう、を多分こういうとこに差し込んでるんですね、なるほどね、え、この後ろの写真も全部違うじゃん、ほら、あ、ほんとだ、すごい、すごい、え、こんな感じなの、あ、ねえ、こういうとこ撮ってる、何、何、手元撮ってるよ、これだったカメラマンさん誰、もう私もほんともう金一封あげた、いつ撮ったの、レースの塊、すごい遠くから狙ってたんだね、すごいね、うわ、いいね、いいね、なんかこんな感じで、多分豪華版になってるのかな、このブルーレイの方は、うわー、素敵、それは何、多分そのオーディションの時から、ライブまでの、うわー、めっちゃいい、うわー、あれだ、あのさ、すごい、あの会場に飾ってあったよね、アンコールの時に、そう、来たと、こんな感じ、見れるんだ、ね、こんな感じで全部、ね、私も欲しい、ね、
これ欲しいと思ってたんだよね、あのさ、なんかさ、みんな結構携帯でさ、撮ってたりしたじゃん、でも撮りきれなかったから、いい、欲しいなと思ってたけど、確かに、嬉しい、だからこれ嬉しい、ありがとうございます。これはすごいね、すごいね。これは何？それ何？え？わあ、え？何これ？秋元真夏が出てきた多分びっくりした。これは真夏バージョン、やっぱ愛が強いね真夏は。本当にランダムじゃないのか、意外となんか何枚も入ってますよ。あ、いっぱい入ってる、ジュンナ、あ、ジュンナちゃん、レンカ、レンタ、あやつ、ゆなちゃん、おお、本当ランダムだ、マイセットなんだ、入ってるんだ、こうやって入ってるって皆さん、これいいね、ね、楽しみ、楽しいね、楽しみ、え、楽しい、見る前からすごい、ね、まあ、ね、でこれは多分なんかパスみたいなライブのすごい、多分皆さん来れなかったから、こうやって多分作っていただいたのかな、素敵、ね、あ、でもこうやってフォトカードがいっぱい入ってる、うわ、分厚い、分厚い、こんな感じでたくさんちょっとありましたね。今回のね、この鑑賞会は私たちのこのトークをメインに、あとはまあ少しずつこう映像もね、ライブの映像も挟みながらこうお送りしていこうかなって思うので、そうですね、なのでこの DVD ブルーレイを購入してくれた方は一緒にね、こう楽しんで連動して、はい、見てもらえたりしてもいいんじゃないかなと思いますので、その辺も楽しんでほしいなと思います。なんかね、見たいものとか選べるんだって。おー、見たい曲、どうしてもこの曲聴きたいとかあります？まずちょっとオフショアガールはいいですか？そうね、頭はやっぱ見たいな。頭はまずじゃあここから、私たち待機してたからさ、後ろで。そっか、そう、どんな感じで始まってるか知らないんだよね。そっかそっか、あ、じゃあちょっと、じゃあまず1曲目、これからいきますね、オフショアガールからスタート。うち、わあ、そうだそうだ、 お人形さん、かわいい、懐かしいね、なんか、でも緊張してなかったのに、めっちゃしてるよ、してるんだ、すっごいしてる、全然見えない、なんか生配信だから余計に緊張したの覚えてる。そうだよね、そう、懐かしい、すごいアイドルしてるね、なんか今もう全然そうしなくなったから、あ、来た来た来た、あ、ほんとかわいいね、あ、なんか当日リハの時に、なんかお手紙くれて、そう、頑張ってくださいってずっと応援してます、そこでまず泣いたよ、素敵、そう、来ましたよ、松といくちゃんが、なんか、かわいい、人形っぽい、ね、お人形っぽい、あー、こういうのあったね、懐かしい懐かしい、あ、そう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 、あ、これ新しいやつなんだ、9周年だって、同じのバスレーナーさん、あ、出てきた、待機してる、この後来てくるんじゃね、マイアンが、そうよ、おー、みんな来た、すごい、みんな綺麗、これ足元にタオルを仕込んでます、あ、足元にあるんだ、ネタバレネタバレ、ネタバレ、全然わかんない、うねうねタイムね、すごい、え、めっちゃすごいね、ね、綺麗、聞くとよりなんか、もうさ、みんな盛り上がっていくよ、かわいい、みんな可愛い子いっぱい出てきた、これ毎夜1曲目から汗だくでしょ、衣装すごい熱くなかった、熱かったねえ、汗はでもなるべく、かきたくないから、頑張ってこう汗を出るな出るなとは言って思ってたけどすごいね無理だよね無理だった普通に
いくちゃん配信をご覧の皆さん、いい盛り上がってますか？イエーイ、イエーイ、今日は最後まで幸せな時間にしましょうね。このイントロもリハの時から楽しかったね。楽しかったね、後ろで。かわいい、かわいい。これ私最後のおいちゃん、マイアンとやりたかったなっていう、ね、ちょっと寂しい気持ちがした。あのさ、あれからさ、この手のつなぎ方やってないの？やってない。そう、梅ちゃんなんだけど、そう、なんかタイミングがないのと、やって、いや、あのつなぎ方はワイヤンと何特別なの？なんかこのマーテルで、こういこういくわけじゃん。どうで、どういくんだっけ？え、どういくんだっけ？ここからの、そう、このままこのままいけるんだよね。このまますぐこういけるようなつなぎ方がね、あって、それをずっとね、やってたんだよ、ね、ずっとやってた。知らなかった。そうなんですよ。カズのマイク逆に持ってくれてたのかな、多分右手も、あ、そう、右手で持って、ね、そうだよね、そうだね、そうだね、うん、あ、そのまま、ね、そう、そのままこうやっていくのか。そうそう、すごい、それやってた。ぜひ、やる、やってみて。確かにちゃんに言うタイミング見つけよう。懐かしい、懐かしい。後ろのモニターこんな可愛かったんだ、ね、知らなかった。意外と、ね、ラブリー、ラブリー、ラブリー。この衣装可愛かったな。可愛かった ね、すごい可愛かった。いいね、綺麗だな、ずっと綺麗だ。いやいやいや、あ、来ますよ、ここから。あ、松村さんのおしゃべりタイムが。あ、そうだ、そうだ、ちょっと恥ずかしいな、なんか自分私のことすごい喋ってくれた気がする。そうだそうだ、今日の食べたものみたいな。白石麻衣の一押し情報をお伝えしたいと思います。本日の白石麻衣さん、好きな食べ物はお寿司、好きな色は全部。かわいい、こんな見てくれてたの？こんな見てくれてたの？全然尺にはまらない。いや、ギリ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 と頑張って抑えてくれてどうしても言いたいと思われて。めっちゃ面白かった、これ大好き、ここ。いや、本当にもっとさ、すごいアンケート取ったじゃん、マイヤーに。もっとあったよね、うん、本当。そうなんだ、もっと言いたいことあったんだけど、ちょっとね、尺が。好きな色全部って可愛いね。可愛いな。私もそれ可愛いと思った。いやいや、全部の後、なんだっけ、好きな食べ物、今日の昼ご飯、今日の好きな食べ物。あ、そうだ、今日の昼ご飯、今日の朝ごはん、朝ごはん、キュウリ、キュウリ、こうみたいな。キュウリなんだ。料理名じゃないみたいな、食材だ。キュウリなんだ。キュウリ好きなんですよね。え、そうなんだ。キュウリ大好き。あれ、キュウリ嫌い？うん、普通。確かに大体の人類普通だよ ね。いただきますか。あ、いただきますか。飲み物も。すいません、乾杯。乾杯、乾杯、乾杯です。いただきます。卒業してからマネキン踊ったりことある？ないです。マネキンはなさそう。ないか。え、インフルのさ、こことかは。あ、やりたくならん。ならないから。まだできると思う。そうか、そうか、マネキンはまだ踊れると思う。な、1年後とかなったらちょっと分かんないかも。あ、そうか、うん、え、じゃあやめてから一曲も何も踊ってない、うん、もちろん。そうなんだ。どうする、家でさ、一人で踊ってそれって夜な夜な。え、でも泣ける？泣けて泣ける。一人で踊ってんよ、ぐるぐるガーデンでこうやって踊ってる。私が家でさ。めっちゃ恥ずかしいじゃん。でも私たまにやるよ。そう、夜そう、カーテン開けてね、うん、あの、あ、鏡にして、鏡にして。え、何踊ってるの？でもそれこそシンクロとか踊っちゃう。あ、シンクロか、うん、いいね、いいね。うん、サビ踊っちゃうね、ターンとかして。最高だね、うん、しかもさ、カーテン開けてってことは結構夜に外に向けてやってる。そうそう、外に向けてやってる。すごいね。あちこちすごいなんかダンスしてるけどみたいな。多分見えてる人いると思う。いるよ。すごい。いやー、さすがだね。努力家ですよ。いや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 。努力家ですよ、高山さんは。やっぱむずいよな、マネキンのダンスって。奥深いんだよな。難しい。でも私初期のダンス好きだよ。ね、ね、うんうんうん。やっぱなんかすごい印象的だよね。印象的。すごい。かっこいい。うん。
ポジションもさ、うん、卒コンだからさ結構いつも違うわけじゃない。違う、覚えることいっぱいだからさ。そうねそうね、意外とやりながら次の曲なんだっけって考えてんの。そう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 、そうなんだ、大変だ、そう、ね、立ち位置。でもポジションより結構移動が結構あったじゃん。そうだね、それが意外と一番疲れたかも。衣装チェンジとか着替えとか、ね、そうだそうだ、うん、この衣装可愛かったね、これ可愛かった、うん、これ1曲だけなんだよね。そうなんだよ ね、もったいない、ね、うんうん、この待ってるみんなのさ、このシルエットもかっこいいのよ、なんか煙の中で待ってる感じいいね。お、すごい、さすがかっこいいあやめちゃんが、あ、本当だ、踊ってくれるんですよ、周りでかわいいの、あやめちゃん、みんな本番だとやっぱりちゃんとやってる、手の動きこういうのね、やっぱリハだと照れくさくてみんなやらないさすが、カズンズ、あ、おー、かっこいい、かっこいい、いやいやいやありがとうございます。似合うよね、赤似合う、カズン、いや、本当に、うん、赤似合う、うん、この衣装、本当好きだな、うん、かわいい、この衣装、うんうんうん、この間のバスラの一期生パートこの衣装で、あ、そうなの、カズミン高めポニーしてた、そうそうそう、めっちゃ可愛かったの、それが、いや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 、めっちゃ似合ってた、この衣装で高めポニーは一番可愛いね、いや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 、ありがとう、ちょっと私もやりたかったもん、ええー、やろうよ、ね、まずやってて、あ、何何、やっぱさ、カズミンじゃない、あのパッケージのさ、あ、そうなん、え、待ってた、ここに、モモコの隣にカズミン、あ、いや、やっぱそうか、絶対カズミン、あ、よかった、じゃあ目だけ映ってる、映ってた、よかった、よかったよかった、すごい見てた、そうだね、あそこだもんね、そう、モモコの斜め後ろに、あー、やばい、かずみ、よかった、よかった、なだきめな感じ、めちゃくちゃかっこいい、かっこいい、いました、いました、よかった、ねえ、ここでも降ってたんだ、曲とかはさ、あ、卒コンの曲とかはまいやんがチョイスしたの、あ、そう、あ、そうなんだ、チョイスしたと思う、順番とかは演出家さんとかがやってた感じ、あ、あのね、順番もね、うん、決めた、あ、そうなんだ、うん、大変、大変だね、そう、悩んじゃう、めっちゃ悩んだ、うんうん、なんか一発目オシュアガールなんだけど、うんうんうん、オシュアガールをどこに持ってくるかってずっと悩んでたけど、うんうん、まず一発目で持ってきて、でも本当はガールズルールかオシュアガールかで迷ったんだけど、うん、1曲目で、あー迷うね、そう、でもガルルは最後に持ってきて最後に盛り上がりたいなって思ったから、うん、ちょっと止めますね一回、うん、って思ったから、とりあえず頭とお尻は決まって、何ユニットコーナーとかもいっぱいあったけど、うんうんうん、まあ、本当特になんかいっぱいやってたユニット、うん、デコピンとかさ、うんうんうん、は、まあ、絶対やりたかったから入れてもらって、うんうん、でもその着替えのタイミングとかもあるから、うん、それもなんかいっぱい含めてその演出の方と順番決めたんだけど、うん、あ、そうだよね、そうそうそう、いっぱいあったね、なんか食べる、あ、届いてる、うん、届いてる、なんか食べよう、やったー、食べながら、食べながら、めっちゃいい笑顔じゃん、何これ、めっちゃめっちゃかっこよかった、めっちゃ決めてるのにさ、やだ、一人だけマイヤめっちゃ可愛い感じ、嬉しそう、ご飯食べるから、ご飯食べるから嬉しそう、ご飯食べてた、うわー、生春巻き、お寿司、わーい、イエーイ、お寿司食べよう、魚も美味しそう、あ、でも、はい、あ、なんかいいお寿司じゃん、ね、魚だ、魚だ、
ごいな。なんか魚の盛り合わせ。まずは魚食べたい。すごいね松村さん。お皿2個じゃないですか。食べてる。あ、すいません、ご飯持ってきました。あ、ご飯持ってきました。ご飯持ってきました。持ってきました。ぐるぐるカート。うんうんうん。わー、かわいい。懐かしい。懐かしい。この衣装もかわいい。ねー。そうだそうだ。ね。昔のメンバーの映像も。うん。いやー。うちの子は可愛いね。いただきます。いただきます。おいしい。うん、おいしい。懐かしい。うん。うん。可愛い。ちょっと私、ああ、何今のは入れちゃった入れちゃった。彼女と私、かわいい。いいね。いや、いいメンバーだよね。うん。みんな。なんかリハの空気感とかも、うん、なんか。うん、すごい良くて、うん、そのスタッフさんとかも毎日ねリハしてるはずなのに本当に1期生仲いいよねって。あの、そう、うん、今何人だ。うん、8人。8人、最初の8人。ありがとうって、そんな、ね、言ってたよね。そう言ってくれたんだ、まいちゃんが。うん、戦隊ものだからみんな。かわいい。え、この範囲さ、ちょっと未だにちょっと恥ずかしい。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい範囲っていうの。いいね。いいな。うん。いい歌。いい歌。さ、泣ける普通に、なんか見るだけで。あ、わあ、すごい、こんな泣いてたんだ。マイアンが最初は結構こう緊張するお姉さんって思ってたところもあったんだけど、でも今やもうみんななんか助け合う。なんか逆にその、おじいちゃんの映ってますよ。お姉さん、お姉さんずっと結構映ってます。お姉さん顔がめっちゃ可愛い。ちょっとニコニコしたね。頑張って頑張って笑ってるけど、映ってます。お姉さん支えるから、今日は坂を最後まで駆け上ってください。ありがとう、ついていきます。今までもこれからもずっとマイアン大好きです。ありがとう。いや、私の方が好きだし。ちょっと、うん、そうね。いや、私の方が、あ、そんなことまでしちゃって。やっぱりマチマチしてると思う。最中まで。かわいいね。いや、この後の演出大好き。ねえ、ね、ほんとここ泣ける。うん、かっこいいよね。これは、うん、なんか終わっちゃうんだなと思ったら、泣けてきた。なんか顔見るとね、あ、そうそうそう、泣いちゃうよね。わかる。で、一期生のコーナーももう終わりじゃん、これね。なんか余計になんか、あーって思っちゃった。寂しかったね。ちょっと待ってくださいね。
ティッシュいただきました、ね、そうだ、ティッシュ挟みましたね。かわいい。あ、すごい、こういうところもさ、切らないで入れてくれるんだね。ねえ、恥ずかしい。ティッシュだとダメだね、もうね。みんな大好き。なんであの声なの。私なんでこんな大好き。片言なんだけど。いいよ。何直しに。あ、これ。これ。これね。慌てすぎたやつね。そう。ユニット行く？ユニット行こうか。ユニット行こうか。ユニット行こうか。見えてないもんね。なんか自分たち。うんうん、ね。立ち直り中もいいよね。いい曲だよね。いい曲、本当に好き。 MV が好き、私は、うんうん、ね、あのさ、 MV の時にさ、覚えてるか分かんないんだけど、待ち時間に、うん、あのさ、すっごいさ、変な顔の写真撮ってさ、でかずみんがなんかお菓子のバカウケってやつあるから、バカウケのキャラクターにすごい私なんか似てるって言うんだけど、顔したかずみんとバカウケのキャラクターが並んでる、何箱画像作ったの覚えてる？覚えてる。私本当にその時バカウケの顔がすごい得意技だったの。マイヤに披露したその時に、あの割烹着みたいな姿でね。そうそうそう、ミシン工場とかの。あ、そうそうそう。面白い。深夜のテンションでやって、うん、結構やっぱさ、MV ってさ、うん、ね、夜までかかっちゃうことがあったから、そうそうそう、めっちゃある、あの時の写真。私もある。すっごい好きやね、あの時の。今野さんとマイヤンと私3人で変顔した写真あるんだけど、今野さんが一番可愛い。一番一番そうやったんだ。やばい。でもなんかカズミ一時期さ、すごいさ、変顔を撮ってさ、みんなに送ってくれてる時期なかった？なんか前にあったかも。だったよね。確かに。なんかあれ何だったんだろう。今は何だったの。いや、バカが最初に確か欲しいって言ってくれたんじゃないかな。それからなんか送るようになったんだよな。やばいね。最高だね。すごい。よくそんなこと。なんかみんなにさ、共有してくれてて。うん、その時恥じられなかったね。全然。今のはちょっと恥ずかしいけど。確かに、今恥ずかしい。うん、家帰ってさ、うん、あ、撮ろうってなって、うん、変顔。で、あ、送ろうって。懐かしいな。すごいよ。かーずみ。かーず、憧れてる。いつもやってない？やってる。めっちゃ可愛い。偶然とかさ、もなんか何回披露したか分からなくて、一番歌ってるユニットじゃない？うんうん、ね、そうだよね。嬉しい。確かにファーストからやってるもんな。やってる。すごいな。これ何なの？これ何だろうね。4人なのに、うん、3という。この3何だったんだろ だろう。確かに長年、まあ、でもオリジナルメンバー3人だから、なんかそれ予測してる。いや、まさかまさか。かわいい。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、かわいい、かわいい。このさ、ヨンパラすごい好きなんで。わかる、大好き、ヨンパラ。でもさ、あの、動いちゃうとさ、枠から外れちゃうから、動かないでって言われてるね。すっごい言われてた、やるたんびに。どうしようかな。アイアンだよ。
あ懐かしいな。わ懐かしい、この映像ね。うんうん、かわいいね、うん、かわいい。え、めっちゃ広く、なんか会場広く見える。見える、見える、ね、これどうなってんだろう。え、めっちゃ気になる。ね、うん、見れてないもん ね初めて。お、あ、でももうすごい。あ、すごい。お、立体的、うんうん、立体的だよね。うん、ね、うん、ほんとだ。お、あ、変わった。お、変わった。わ、すごい。お、お、あ、すごい、まだ入った。ぴったり、すごい、あ、すごい、あ、すごい、ぴったり、ぴったり。危ない、危ない、危ない。上手、上手、上手。なんかこことかさ、でもややこしかったけどさ、めっちゃリハしたからさ、本番楽しかったよね。ね、ね、ね、本当に、ね、一番リハしたんじゃないかな、ね、この曲が。可愛い。ね、これのさ、リハーサルのやつかな。あの、うん、持ってる携帯さ、本当に一回撮ってた？あ、あね、本番で回してたの。本番回してた。本番でこうやって回、なんか本物の携帯で動画こう回してて、多分今ああいうとこ撮ってる。うん、なんかその、すごい、そう。なんて言うんだろう、撮れるところは撮っといてみたいな言われて、どこで使うかとかわかんないけど、なんか資料用として。うん、じゃあ特典とかでなんかでね、あるのかな。どうなんだろう。すっごいブスだよ、小腹の角度だから。でも全然こうやってこれが見たい。いや、本当にひどい絵しか撮れてないと思う。面白い。で、ここはその時考えてやったから、真夏は全く知らない。あ、そうなの。かわいい、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 かわいい。毎回変えてて、かわいい。後追いかけて、そうなのよ。後ろのもシュールだね。そう、めっちゃシュール。シュールだよね。うん、うん。え、ギター緊張した？うん、緊張したの。私この空間すごい好きで。え、わかる。このなんか何、電球しかない感じが、うん、うん、よかったよね。しかもこの T シャツがね、なんか卒婚仕様になってて、そう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 、よりちょっとキラッとね、うんうん、ここ好き私。ここ、うん、私はここにいるだ。渋谷で歌うブルース。頑張れ。そうでしょ？お腹？すいません。すごい。こんなに食べてるのに今お腹鳴ったよ。今までも他のメンバーだけもやってきましたけど、これ言いたい、ね、じゃあじゃあ、マイアン卒業おめでとう。ありがとう、おめでとう、ありがとう。これさ、カズミンがさ、うん、卒業するときはどうするの。え、これ確かに、うん、確かに。え、やっても誰も踊ってもらえないことになるよね。私卒業自分でしょ。そのパターンね。あの 客席にマイアンステージにもしね、あ、あれないってなっちゃったら、うん、客席 から歌っていいの、うん、OK、 じゃあそうする。客席に移動してこう。え、嬉しい、そこだけ抜いてくれ。嬉しい、頑張る。ちょっと自声、自声、自声、地声なの？なんか毎夜口を大きく開けて何か言ってくれ。
聞こえないのだ、ね、聞こえないんだ、めっちゃショック可愛い、みんな可愛いよいい匂いした、本当に嫌だありがとうございますそれもうライブ中盤後半ぐらいなのにまだいい匂いした、めっちゃいい匂いだったカズキ泣いてるかな。ねえ、カズキ泣いてる。本番泣いてたっけ？本番わかんないよ。リハめっちゃ泣いてた。リハもうショック。でもさ、最初の段階のリハでも泣いてた。本当に。あ、泣いてる。可愛い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 カズキは本当に。リハでいっぱい泣いたから本番は泣きませんって言って泣いてよ。泣いてるよ。めちゃくちゃ泣いてるよ。レンカも。元気かな。うん、元気だよ。元気なんか泣ける。もうこの辺からなんか貫禄出てくるよね、みんな一世くらいから。いいなぁ、切ない、かわいい、わぁ、そっか、こう、そっか、そっか、私はこの絵、知らなかった、そっか、あ、そっか、あ、そっか、つらい、ちょっと手しまって、あー、すいません一人ずれした、ごめんごめん、おー、こことかなやった、私の作業よ、ゆっくりゆっくり、いろんな実際がゆっくりしてながら、はい、はい、ゆっくり、飛ばしまして、はい、お前ら、あ、騒ぐぞ、恥ずか、ちょっと鼻水の時間で騒ぐか、鼻かわだから騒ぐか、かわいい、騒ぐ準備、超絶かわいい、すごい、ここからはもう鍵が分かんない、ここからね、ここから無音なのかなあるよね、なんかまだ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 可愛い、マイガイ、リクちゃん、ヨダちゃん、超絶可愛い、モモコ、あそこのポジションになってめっちゃ喜んでた、喜んでた、すごい喜んでた、最初違ったんだよね、そうなんだ、そう、なんか動線で、そう3人ってなってて、でなんか葉月の場所のとこ通った方がなんかカメラマンが撮りやすいからっていうので、葉月の保育園だったんだけど、すごい嬉しいです、おしまいさんみたいな、めっちゃ喜んでた、可愛くて葉月が本当に、でその時さ、なんかまだ悩んでたんだよね、演出家さんが、うん、こっちの方がいいかな、こっちの方がいいかな、そうそうそう、悩んでて、悩んでた、でも葉月がお願いみたいな顔してたんだよね、こっちに来てさ、でも夜向かいの方が通るみたいな、よかったよ、よかったよ、かわいい、わー、これで最後か、はい、終わりましたね、わー、素敵、いいライブだな、いいライブ、うん、あ、あ、歌ってるよ、歌ってるよ、やばい、うちら本物だ、わあ、なんか若いね、なんか若いね、若い、若い、超、え、半年前、半年前、結構半年でこんなに変わるんだ、ね、
や大人だけどなんか今がより大人に見えたから、うん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 、すごいまた違う。懐かしい MV ね。四次審査だ。ユーリ映ってる。ユーリー一人になりたいです。大人っぽいよね。18とかでしょ。18だね。ねえ18だけど白石さんは乃木坂46のメンバーになりました。うわおはようございます。白石麻衣19歳。うわギャル眉毛が細い。眉毛も細い。時代だね。うわめっちゃ細い。ダサ。いや恥ずかしくない。かわいい。わー懐かしい。こんなメイキングあるの。わー素敵。ねえ素敵。綺麗。ここでちょっとメンバーをね代表して。あ待つから。そうだそうだ。見る？お手紙。見ません。あこれはちょっと白石さんには家で一人で見ていただいて。すいません。寂しくて仕方がありません。仕方がありません。古川もお医者も。かわいい。いつも横を見たらマイアンとカズミンがいるの。大好きだったし、ね、一緒にユニットもたくさんしたよね。本当に本当に。お疲れ様でした。松村さゆり。ありがとうございます。いや、いい手紙。すいません。すごい。うふふ。恥ずかしい。すごい、思ったよりすごい書いてましたね、手紙。めっちゃ書いてるよ。めっちゃ書いてたな。うん、めちゃくちゃ書いて送る人。ね、すいません、本当に嬉しい。でもこれ実は私もね、書きながら泣いてた。自分で書きながらめっちゃ泣いてた。自分がもしさ最後卒業 するとき、卒業そういうこういうなんかちょっとライブするってなったらさ、なんか最後に着たいものとかあるの？でも私今まで卒業したメンバー見てても思ったし、うん、今日のこのマイヤー見てても思ったけど、卒業するメンバー以外のメンバーが、うんうん、まあライブ T とか衣装着てて、なんか、うんうんうん、やっぱ一人だけ違う衣装を着てる瞬間が一番輝いてるし、うん、なんか、うん、あ卒業しちゃうんだなっていうのもあるし、うんうん、でもすごい好きな瞬間だから、うんうん、最後はなんか何がいいかな、でもお任せがいいかな、今までお世話になった衣装さんに。あお任せして。自分っぽいのお願いします。あすごい。色とかだけ伝えて。あでも色とかも決めてほしいかも。あすごい見てみたい。でもそれあでも首詰まってなくて。あそうです。首回りはすっきりしてる。そうそうそう、のやつがいいかな。確かにね、それ嬉しいよね、自分のために作ってくれる、うんうんうん、確かに。マチはある？なんだろうな、ありそう。なんかね、でもドレスはやっぱ憧れだけど、うんうんうん、悩んじゃうね。悩んじゃうね。でも、悩んじゃう。ミニかさ、ロングでも全然違うじゃん。確かに全然違う。そうね、ミニかロングね。ミニね、すっごいボリュームあるやつか、うん、すっごい長いロング、うん、もう後ろの方まで。あ、はいはいはい、あ似合いそう、似合いそう。確かに。でもさ、卒業の時期ってさ、うん、もうほんとさっきの曲もだし、うん、その決めるものいっぱいあるじゃん。あったあった。その中でドレスとかも決めなきゃいけないって大変だよね。そうそうね、まあね、でも楽しかったけどね。あ本当、うん、衣装それこそなんかそのオープニングの衣装と、うん、あのガルルの時に着てた、うん、あのちょっと薄紫の衣装はなんか一緒にこう衣装を決める時に、うん、こう携わせてもらって、そうそうそう、なんかいっぱいねこう資料持ってきてくれて、そう色とか素材みたいなで決めたりはしたけど楽しかった。そうなんだ、うん、そうそうそう。このドレスどうしたの？これはなんかその演出の方とか、うん、その衣装さんとかみんなのこう意見を聞いて、うんうんうん、なんか今までにないドレスを作りたいなみたいな、うんうんうん、それなのでなんかこう光るライトアップする、うんうんうん、ドレスって今までも見たことないですし、うんうんうん、下の LED と連動させるとなんかよりこう華やかに見えるからっていうので、うん、あすごい素敵だなと思って、うんうんうん、ぜひお願いしますって作ってもらったんだけど、そう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 。
素敵だな。そうなんですよ。でもこの光ってない時もさ、すっごいこだわって作られてるじゃない。うん、あ、そうね、そうね。ね、大きいリボンとかさ。そう、リボン後ろにつけてもらって。素敵だな。この髪飾りとかを。あ、髪飾りもいくつか用意してもらって選んだって感じ。うんうん、あ、そうなんだ。そうなんですよ。わー、ありがとうございました。わー。わー。いいねー。いいライブだった。いいライブなんだ、うん、本当に。なんか配信用で作られてるからさ、うんうん、最初から最後までだから、なんかライブとかだとさ、その移動中とかのさ、不意の顔とかが意外に抜かれたりするじゃん。わかるわかる。でも今回のライブはね、やっぱずっと撮られてるっていう意識があるから、うん、なんかずっと綺麗だったな。みんな綺麗だったし。確かにみんな綺麗、みんな可愛い。ワイヤンはすごい、もう、いやいや、うん、ずっとだって本当出番で、ね、汗もかくだろうし、覚えることいっぱいなはずなのに、ね、全然全然。でもぐっすりできそう、このライブが終わった後。めっちゃ寝れるから。ちょっとそうだそうだ、次の日どうしたの、ね、次の日なんか結構言ってるんだけど、うん、なんかこの日寝れなくて全然、うん、あ、そうなんだ。終わってからが、あ、そうなんだ。逆にこう寝れなくなっちゃって、結局寝たのが4時、うん、次5時前とか、で1回目が覚めたのが午前中だったんだけど、そう、でも本当にボケーとした感じ、うんうん、で2度寝して起きたらもう夕方の16時半とか。すごい、そう、めっちゃ寝たね。そう、え、もう夕方みたいな、うんうん、でも絶対寝れないと思う。寝れないと思う。確かにその、うん、直後は疲れよりもやっぱりなんか、うん、そうなの、うん、なんか寂しさが勝っちゃって、うん、寝たらなんかもう終わっちゃうみたいな、うん、この日がみたいな、うん、そうそうそう、それで寝れなくて結局。あとなんかめっちゃ連絡も来てそうだね。連絡見たよって。連絡ね、うん、連絡はね、びっくりした。お正月かと思ったわ。明けおめみたいな感じの、なんか結構そうだね、見たよとか、お疲れ様みたいな連絡もね、くれたから、すごい嬉しかった。そんな感じでしたよ、ありがとうございます。すごい、なえ、なにこれは。え、なに、これは私から、あの今回さ、2回目じゃん、来てくれたの、うんうん、第1回目のマイチャンネルと今回もなんか2回もゲストに来てくださったお二人、うん、いやいやいや、ありがとうの気持ち、はい、そしてこの間のバースデーライブお疲れ様でした、はい、そして今度の1期生ライブ、うん、頑張ってくださいという意味を込めて、あとまた来てねっていう気持ちを込めて2人にプレゼントです。嬉しい、嬉しい、はい、めっちゃ可愛い。ぜひ見てみてください。可愛い、おしゃれ、はい、うわー、うわー、うわー、胸に頑張る、頑張ってね、え、頑張る、頑張れる、ありがとう。ということでね、この、乃木坂46毎週来週グラデーションコンサートグラデーションコンサート Always Beside You、 このね、あの DVD は明日3月10日に、うん、ブルーレイ DVD が発売しますので、ぜひ見てほしいなと思います。ということで今回はこんな感じの、ね、うん、鑑賞会でしたが、ね、いかがでした？楽しかった。楽しかった、よかったです。うん、なんかやりたいことあったら言ってください。本当？でも私さ、前さ、はい、ももこがキャンプ行ってたじゃん。そうね、そうね、キャンプね、行きたい。いいね。第2回やります？第2回やりたい、暑くなる前に。ちょっと暑さ苦手だから暑くなる前に。そうね、え、いいの、 春くらいに行く、うん、お、じゃあ行きましょう。いいの、キャンプ、グランピング、釣りとかした。あ、やろうやろうよ。いいよ、あ、そうしよう、そうしよう。あ、そうなんだ。え、じゃあ近々やります。わー、嬉しい、嬉しい。ぜひやりましょう。え、温泉とか入りたい。あ、行くの、一泊二日行く。いいの。温泉まで見せちゃっていいの。嬉しい。そうね、でもそういうのもね、できたらいいね。うんうん、ぜひぜひ、そういうのも今後楽しめるように、うんうん、はい、また来ていただきたいと思います。はい、それでは皆さん、今回はここまでありがとうございました。ありがとうございました。またねー。